沢の方から水ちょっと話があるって言われて、真剣な顔してるわけ、はい、そんなことやったら俺たちダメ人間になるんじゃねえか、じゃあ何やんだよって話したら、役者になるんだって、襟首持って水ちょ真剣に話してんだよって、それこそスクールオーズだよそれはやっぱトリッキーなんだよね普通の喧嘩とちょっと違ってすごい量だ、そういうなんか鮮やかな技で、その時からだからアクション俳優を目指したんですね。ギャラリーがね盛り上がるんなんと、はい、俺の高校の同級生が喫茶店を始めたというので、このコーヒー船からブルックスにやってきましたどうしようもなかった男がね、まさかね喫茶店やってるとはね、まあ、とりあえず中に入ってきました、はい、お前誰、はい、全然似合うねえ、そんなことないよ、似合うね、喫茶店のマスターこんなとこに極真マークの T シャツ着ないや極真極真の俺だよ、お前シニアの、はい、チャンピオン世界3位になってなのに喫茶店のマスターみたいな、同級生だけど同じクラスじゃないよな、野球部で一緒だ、そう野球部で一緒、野球部で一緒、そう右と左、右ピッチャー、左ピッチャー、一番だってミストが結構なんか遊んだりなんかしてたよな、野球部の中では多分な、野球部の中で遊んだし、野球部やめてからもいっぱいね、そうそう、いろいろあったし、俺が高校卒業してよく会ってんのミスぐらいだと思う、あ、本当ですか、そう、じゃあもういろいろご存知ですか、そう、牧先生とのつながりもあるし、なんかそう、極真だから、はい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 、そう、そういうのもあって、今日はねこのブルックスに、かつてどうしようもなかった音が真っ当になったらこんな喫茶店を経営してるということなので、で早速、どこでもいいの、はい、僕の、どうぞ、これさ、これさ、はい、もうさ、はい、俺の YouTube さ、あんまり一般人出ないんだよなんでお前らがいるんだよ、ね、同級生で、はい、同じ野球部の田中と清水、はい、田中さん、なぜか田中です、田中と、はい、清水さん、同じ野球チームで見るとみんな大集合ですね、大集合で一般人大集合になっちゃったね一般人大集合、え、田中お前まだ不動産やってんの、不動産屋ですよ、え、不動産屋、まだ不動産やってんの、まだっていうか、それしかできない、不動産の格好じゃねえよな、いや、暑いでしょこれ独立してリラックスして、え、独立したの、独立したの、うん、自分でやってんの、そうそう、あれ、清水なんだったの、防災、防災屋、防災、うん、防災って何、ビルのさ、なんか設備とか防災報知器とか、ああ、じゃあすげえじゃん言うても、ビスもそれよ、別に一般人大集合という会だよ、お前YouTube なんです、 YouTube、V シネじゃない、こんなカメラにじゃあスタッフ一人だけどね、エキストラ行ったからさ、前さ、あれからも、そうそうそう、へぇ、エキストラ、なんかあったっけ、そんなの、イカシの親父で、ね、ストリップ劇場そうそうそうだよあれだ、朝から晩までずっとほら、そうそうそう、腕が折れるまで拍手したりしゃ、やらされたんだよ、なんだ、会うのあれ以来か、あの、いやいや、北千住とかさ、あっちが飲んだりしたの、小沢と、池袋で飲んだ、池袋か、どうもいらっしゃいませおい、言うたらお前本当に一般人大集合の会だで、全員還暦、今年60歳え、ここで一番の人気メニューって何、オムライス、オムライスが人気だ、オムライス、じゃあオムライスをぜひ、喉が開いたからオムライスとクリームソーダもらっていい、クリームソーダビールじゃない、ビール、車だもんだと、あ、そうか、じゃあ俺ビールにしよう素人が、お前たち大御所俳優、お前たち電車で来たよ、どうせ受けろとか飲めると思った、でも皆さん、小沢さん昔からじゃ知ってるってこと、いろいろ知ってるってことですか、いろいろ知ってるけど、知っているのと、あるからな、一番に言えないし、ミツさんがピッチャーで、お二人はポジションは、キャッチャー、はい、バッテリー組んだもんね、あ、バッテリー組んだ、キャッチャー、キャッチャー、もうキャッチャー、本当バッテリー、バッテリーなんで、最終的にはファーストだよね、でも小沢さんが
こういうお仕事というか芸能界に入る前からもう前ですね、全然前。きっかけは知ってますよ、きっかけは海だった入ったきっかけは知ってますよ、自分あれ何歳ぐらいだったっけ。まず最初に野球部辞めた の部長が変わって監督が変わったでしょ。ああ、で辞めたいね。それで自分たちがそ あの路線にそぐわないから辞めようって言って辞めたでそこにボクシング部の安藤っていうのが悪いのもう一人入ってきて、あ安藤、面白いね、表参道によルイ・ヴィトンの店があるんだよ。で、なんか言ったらさ、プロフのセキュリティで安藤があの顔でよあの、ちょっとスーツ着て警備員でこうやってはるちょっとお客さんとかって言って、まあ、別に俺入ろうとちょっとお客さんなんだって言ったらさ、あのいかつい人は入れませんとかって言うわけ。あれお前どっかで見たことあるけどって言ったら安藤だ知ってて言ったわけだと、おめえがセキュリティやってる店に入れないわけねえじゃねえかあいつがセキュリティやれてんだから捕まる側の顔で捕まる側だってあいつのあのその話でほら女優にバッグ買ってやったっていう話でその女優の名前も安藤言ってたんだよね。もう今こと言って今もしかしでもお前これ同級生俺ら盛り上がったけど見てる人は全く誰か分からない一般人トークだったよな、うん、じゃあそのミスさん知ってるっていうきっかけを知ってるっていうその業界に入った きっかけ、はい、あの野球部退部したんですよ2人で、うんはい、退部した後にその安藤っていうのが加わって池袋あたりでちょっとやんちゃしてたんです。まあどこまで話していいか分かんないけどいやでもその頃こいつは池袋は極真とかヤクザがカッポしてる時代じゃん。で極真会はさ帯を極真会ってこうね、あの道義のここをさ表に折るのあれがなんかさ下手するヤクザのカッポって言うのさ、俺なんか気に食わねえよとかってさちょいちょい極真の人間と揉めててさ牧先生に言われたもん。だって俺ら結構やんちゃしてたから一回本部のあれよかったよ捕まってたら殺されてるぞお前、うん、牧先生だろお前緑健二さんだろ松井館長松井館長からオールスターがいる時代だからあれよ何お前うちらをやってるといいのかあ探せって捕まってたら殺されてるぞ松井館長も緑健二さんも同級だからね同級だから、うん、同い年なんでね、うん、もうあの頃もねあの人たちが当たんなかったねお来た栗山さん桃田のほう頼まないオムライスはまずここにそのままです物取りそのままですあ奥さんいらっしゃいませ19歳頃クリームソーダがプリアルモードっていう高校の時はそうだったじゃあオムライス、うん、ああ分かるオムライスオムライスはオムライスなんだよ、うん、オムライス最近さ何もでもないねあの中白いオムライスなんじゃんああクリームとか、ね、あのトロトロ卵とかって、うん、あれオムライスじゃねえこういうちゃんとしたオムライスがいいんだよ喫茶店が町中華にあるね、はい、今の町中華あんまないけどあとね野球部でね一番思い出すのはちょうどこのメンバーなんだけど、はい、練習終わった後にいつもセブンイレブンがあるの裏に、はい、そこ行ってね昔ね500のコーラそれをねもうカラカラなきゃ喉が渇いててもう一気飲みなのみんな、はいはいはい、誰が一番早いかで俺は負けたことないよみたいな走ったりすることばっかりだもんねだからあのピッチャーやってる人体作れとかやって、うん、すごい動かして水は飲めないじゃないでもさあの時さ夏の合宿とかもさ、うん、太陽が黄色くなるぐらいさそうそうそうなんかさやらされてさ今俺らの時代は水は練習中飲むなそう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 今は逆だろで、なんか失敗するとウサギ飛びグランド一周ってウサギ飛びが禁止だろ、今そうそうそう俺ら何やってたんだよ水飲んだら殺されるでしょ、だから水を監督とかに水俺なんかピッチャーなんかよく荒川周りさ、ランニングさせられてるじゃんで、その時にさ、すみません、ちょっとトイレって喉乾くじゃん便所行って便所のこの着地でブワーってずっと水飲んでるそうじゃないと死ぬよね死ぬ死ぬ土手に溜まってるなんかもう何水溜まり、うん、コーヒー牛乳の色した、うん、あれ飲みたくなったもんね、本当にね、で先輩はね、土地の駄菓子屋でなんかね、タバコ吸ってるしさで、こっちがサボるとケツバットね、重きやられるしそう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 ケツバットしかしかするしかししたけど俺はしかしできないで終わったからな誰かがやめりゃさ、終わるんだろうけどしかしするからさ、伝統されるんだよ金属バット、重きだよ、重きパーンだもんねやられるし高校時代の小沢さんってどうだって、このまんまですか普通だよ
皆さんだよな、変わらない、変わらない、会話はこのみんなこんな感じで、こんな感じがこうしよう、ただ違うのはみんな五輪狩りだったの、うん、これがみんな全員五輪だったの、うん、野球部の時よりも、うん、もう野球部辞めた後の方が印象が強いから、野球部のこのだいぶ傾斜だよね、でもやっぱりすごく、なんていうんだろう、運動神経っていうか、そういうのがやっぱりすごくいいよね、うん、なんかバレーボールもそうだし、ハンドボールとかも球技ってすごいいいじゃん、ズバ抜けてるっていうかさ、体幹、うちだってバレーボール講義だったじゃんな、そうそう、だからそういうのを含めてね、俺らのこの三田さんが言ってる、辞めた後の印象ってどういう、辞めた後はその池袋でさっき言ったようにもう、はいはい、アンドっても加わって3人でもう結果ばっかしてたの、はいはいはい、おかげそんで司会者に追っかけられたりとか、うん、もう悪いことばっかりしてたの、うん、もう帰り学生服のままで、それこそ居酒屋行ったりとかね、スナック入れるんですか、行きつけのスナックだったね、もうもうジャンキューやったり、ね、アレンジボールやって、それでもうね、うん、遊び歩いてたわけ、うん、そしたらある時に3ヶ月ぐらいしたのかな、そんなことやってたら小沢の方からみつちょっと話があるって言われて、真剣な顔してるわけ、はい、そしたらこんなことやったら俺たちダメ人間になるんじゃねえかって言うわけだ、一生懸命、小沢さん覚えてます、なんとなくそれでじゃあ何やんだよって話したら、俺役者になるんだって、俺はお前の名前役者なんかなれるやつねえよ、なれんだったら俺がなるよって言ったら急に、まあ、クッと買ってちょっと襟首持って、みんな真剣に話してんだよって、それこそスクールウォーズだよスクールウォーズ、真剣に話してんだよ、お前ちゃんと話してよって言って、丹波哲郎先生の道場に入ったんだっていう、ああ言ってた吉祥寺の、はい、丹波塾、そうそうそう、はい、だからデビューしたらすぐお前に真っ先に電話するから、ね、お前もちゃんと真っ当なれよって怒られたの、その後でもやっぱりこんなことやっちゃいけないなと思ったわけでしょ、もう終わったんじゃない、ね、このままじゃマキさんになっちゃうかなと高校って男子校なんでしょ、共学ですか、共学なんだけど、はい、頭のいい1組から4組までが共学で、頭のちょっと劣るその5組以降は男子クラスなんだ、1回もなったことない、で自分たち8組とか劣る方だから8とか9とかひどいと10組、3年だけ一緒だあれでもさ、選ぶ授業によって共学授業もあったじゃん、あったあったあった、で、俺ら男子校みたいなノリでやってた、あつきはさ、汚ねやつらのどこの運動部であのインチになるとさ、昼休みの休憩にチッとしてこう太陽の直射日光で治るんだとかっていう自由気ままなのがさ、女子がいるとさ全然できなくなってさ、意外にみんなさこうなるんだよ女子いると、だから女子がいると面白くねえなと思った、やっぱ番長とか あった時代なんですか、やっぱり、あれももう本当にビーバップ、リアルビーバップ、そういう時代、でもなんかさ、そうだけどさ、じゃあうちの学校の頭は誰だからみたいな、はっきりした感じで分かんなくなかったな、もうやっぱり分裂してるじゃない、もうそれぞれのグループ、なんかそれぞれのなんかあれだよな、そう誰が赤羽から来てんだったら赤羽とか、どっかから来てんだったらどっか、グループが分かれてるから、実際、チームではなんか聞いたのは創業家の背の高い、あの小林明にちょっと似たやつ、なんだけど若い時小林さん、いい男、あれが結構強いってこと、2人ぐらいいたい、ね、でも、ぬかさはそんな寸大って言ったら誰が頭だっていうのって外も知らないだろうし、俺らも分かってなかったよな、ないないっていうか、もうないよな、分裂してるっていうかね、それぞれだから、実際にやって強いのは清水だよね、タモスだよね小沢やっぱトリッキーなんだよね普通の喧嘩とちょっと違って、すごい飛び蹴りとか回し蹴りとか、そういうなんかすごい鮮やかな技で、その辺、その時からだからアクション俳優を目指したんですね、ギャラリーがね盛り上がるんだよ、ギャラリーをやってたから出ちゃっただけなの、ギャラリーが盛り上がってる、すごいギャラリーみんなで周りが松光なんかな、三つが独当席、そうですか、やってるっつって仕切ってタイマンをさせるんですよ、他と一対一でさせるんですよ、その強いもん同士だったらそれを取り仕切って、それで1対1でやるんだけど、その小沢がすごいそのトリッキーな回し蹴り、飛び蹴り、二段蹴り的な技とかやるから。だから誰かがさ、なんか覚えてるのはよく通学するときにさ、やべえ、あれ、なんだどこだ、赤目かどっかで、あの、行っちまったよとか言う、
マジかよ、タモで来るじゃん。あいつが俺だね、赤バイト俺だ、そう。お前か。だからなんかね、それでさ、おじゃあ俺らもお家に帰るまで軍団で帰らないと勝つってやべえだろみたいな。まあいいけど、俺喧嘩打っちゃったんだよね、一回ね。お前この喫茶店の評判落ちる。でもなんかあれだよな、一回だからあの前の野球チームで集まって、うん、同じチームでー同じような草野球チームとなんか試合してみたいな、うん、なんかやりたいよな、そういうの、うん、やろうよなんかな、うん、その時なんか白いの買ってみんなで、うん、駿台学園とマジックで帰って、高校野球みたいにエラーしたらエラーしたらケツバットね。それ最悪。ということで、まあ、思いっきり一般人の会話でした。